皆さんこんにちは。本日はスズキの軽ハイトワゴン、ワゴン R のご紹介です。今回の個体は2012年から2017年まで販売された5代目の後期型となり、グレードはマイルドハイブリッド機構の SN チャージがついたノーマルの中では最上級の FZ となります。現在のスズキのマイルドハイブリッド車の先駆けとなったこちらの車、その実力を見ていきましょう。全体です。3代目の箱型と4代目のモダンなスタイルを合わせたフォルムになっています。この FZ だとヤーロパーツやアルミホイール、クリアーテールなど迫力のある装備がつきます。フロントです。大きなグリルとフロントバンパーの開口部形状からかなりいかつい印象です。さらにライトをつけるとブルーの照明がついてインパクトがあります。私個人的には前期型のフロントマスクの方が落ち着いていて好きではありましたが。サイドビューです。四角い感じを残しつつ、前傾した天井のラインや緩く曲線を描いたリアドアやバックドアのラインなど4代目の要素も取り入れられています。サイドミラーにはターンランプがつきます。タイヤは14インチで渦巻き型のアルミホイールが標準装備です。前期型のストレートスポークタイプからデザインが一新されました。またフロントとサイドにエアロスポイラーがついているのが分かります。リアです。3代目から続く定番のスタイルです。縦横比がギリギリちょうどよく見えるバランス感ですね。 FZ だとインパクト強いクリアテールとなり、リアバンパーにリフレクターがつきます。さらにこの個体では社外品の2本出しマフラーがついていました。なので音がやんちゃなのですが、そのあたりはまた後で。エンジンルームです。この台から新型の R06A エンジンとなりました。さらにオルタネーター部分にモーターを用いることでエンジン駆動の補助を可能にしています。モーターによるエンジンの補助は時速15キロから85キロの間で、その他の制約条件も多いです。アシスト効果が感じられるかは走行編で見ていきましょう。トランスミッションはジャトコ製の副変速機付き CVT です。で、ボンネットやバルクヘッド部分には遮音材がありませんでした。なくても静粛性が高いのかコストカットなのか気になります。フロントサスペンションはストラットでスタビライザーレスです。前期型のスタビレスの FX に乗っていた私としては、カーブでめり込むようにロールする感覚だったので心配なところです。なので私は前後に補強バーつけて乗っていました。リアサスはスズキのいつもの ITL です。次の6代目からは 2WD モデルはフレームの刷新で普通のトーションビームに変わります。スプリング部分にアルトでは見られなかった大きなゴムブッシュがついています。重量がある分だけ沈み込みが大きいのでしょうかね。前席に乗り込みます。乗り込みは非常にしやすいです。腰を水平移動するだけで乗り込めます。フロントシートは座面、シートバックともにやや固めかつ体重を支えるクッションの厚さを感じます。サイドサポートはある程度あり、ベンチシートですがホールド感があります。シートは前期型ノーマルのベージュからグレーになっています。アームレストです。ノーマルだと小物入れなしの完全クッションで私的にはナイスです。もう少し柔らかいと完璧でした。シートリフターはきちんと全体が上がるタイプです。視界ですが、ダッシュボードとボンネットがなだらかに下っているので非常に見やすいです。足元は広めでペダルの角度など問題なく、万人がきちんと乗れる配置です。ステアリングにはチルト調整がついています。シートリフターと合わせてポジション合わせに困ることはないですね。ステアリングは7代目アルトなどと同じ造形で色や素材が変わっています。で、FZ はもともと本革巻きステアリングなのですが、どういうわけかウレタンに変わっていました。後席に乗り込みます。前席同様自然に乗り込むことができてちょうど良いですね。リアウィンドウは 100% 開いて文句なしです。リアシートは程よい硬さで座りやすいです。左右独立式スライドとなっていて、荷物と乗員のバランスを細かく取ることができます。アームレストがあるとなお良かったですね。リアシートの座面の長さは47センチと長め、足元スペースは40センチから23センチで可変です。シート高さは36センチです。助手席足元にはリチウムイオンバッテリーがありますが、そのあたり問題なくシート下に足を入れることができて快適な後席スペースです。リアのフロアはほぼ平らですので座席の移動はしやすいです。
リアシートバックは3段階ほどリクライニングし、体格や体調に合わせて調節することができます。さらにリクライニングレバーを引いて前に倒すと、シートがダイブダウンして沈み込みます。これによって荷室がフルフラットになります。この部分はワゴン R シリーズの伝統的な良さです。インパネです。ベージュに黒のトリムと随所にサテンシルバーが配されており、メリハリのある内装となっています。ボトムグレードの FX でも同様の配色です。フロントドアトリムも色分けされており、かつ肘が当たる部分にはファブリックが貼られています。ドアポケットには A4 サイズのファイルが縦で入り、アームレストのポケットにはスマホが縦で入ります。この辺りの収納は窮屈めです。ドリンクホルダーは収納式、エアコンルーバーは回転式と古き良き時代の装備になっています。その下にはシートヒーターや安全関係のスイッチがついています。メーターは自発光式で見やすく、タコメーター付きです。この FZ だとメーターリングがブルーになっており、右側にスティングレー同様の液晶パネルがつきます。液晶パネルには SN チャージのアシストやチャージ状態が表示されるようになっています。ステアリングの横にはアクセサリーソケットがあります。ちょっと変わった位置ですね。ステアリング下には小物入れがありますが、落ちた時が怖いので何を入れるか躊躇します。エアコンはほぼ全てのグレードでオートエアコンです。パネルの色こそ異なりますが、初代ハスラーや3代目 MR ワゴンだと共通の操作系です。シフトを D に入れると運転手から一部ボタンが見えなくなりますが、まあ大した問題ではないです。その下にはペットボトルと細い缶コーヒーなら入りそうなトレイがついています。細い方に何を入れるか悩ましいところです。助手席前には開閉式のトレイと、その下にティッシュ箱がすっぽり置けるオープントレイがついていて便利です。引き出し式のドリンクホルダーもついています。グローブボックスは小さめで、車検証と説明書でいっぱいですね。その横にはコンビニフックがあり、抜かりがないです。助手席下にはワゴン R 定番の取り外し式バケツがあります。リアドアです。白いトリムはなくなりましたが、しっかりファブリック貼っていて質感良いです。トリム下にはドリンクホルダーとちょっとした小物入れがついていて便利ですね。あとは助手席シート裏にポケットがついていて、今はもう使うことがないであろう全国地図の本など入れることができます。サイドミラーは縦長で見やすくコンパクトで良いです。天井装備関係は普通ですね。荷室を見ていきます。リアシートを一番後ろにした状態だとカバンを横に置くので精一杯です。荷室の奥行きはシートの端からステップガードまで、リアシートを一番後ろにした時で28センチ、一番前にした時で44センチです。幅は狭いところで100センチ、高さは92センチと正方形に近いサイズで、さすがワゴン R という感じです。荷室の左右には軽めのものをかけられるフックとシートベルトホルダーがついています。後席に回る必要があるのが面倒ですが、リアシートを一番前にスライドさせて、リアシート肩口のノブを引っ張るとリアシートが倒れ、完全フルフラットとなります。この時の奥行きは111センチで、斜めの長さは148センチとかなり広大です。普通車のミラージュとほぼ同じ長さです。上の高さがあるので、かなりの大物を積むことができます。荷室の下はパンク修理キットが入っています。できれば周りは黒い発泡スチロールだと良かったです。スモール。ロービーム。ハイビーム。ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。ただいま一般道です。 R06A エンジンの低速トルクの強さとワイドレンジな CVT のおかげで1500回転ほどで巡航することができます。ロードノイズはまあ普通の軽自動車という感じですね。2本出しマフラーの排気音は加速時などに床下からゴロゴロとします。空走していくと回生ブレーキが効いて減速し、フットブレーキで止めます。ブレーキタッチはとても自然です。お手本のような踏み心地と聞き代ですね。モーターによるアシストは15キロ以上で発生し、
これ以上アクセル踏むとトルクが足りず CVT がロー側に変速してしまうというタイミングでトルクを上乗せしてきて、ハイギアのまま走ることができて面白いです。狭い道です。四角いボディに大きなミラー、傾斜したダッシュボードによって非常に視界が良いです。やはりワゴン R、 かつての王者だけあってよく作り込まれています。乗り心地は高さを支えるために固めですが不快ではありません。最後のゴツッとくる部分がうまく丸められています。ただ6台目のムーブと比べると少し左右に揺れるかなという感覚があります。一般道の走行感覚は基本良いですが、走っていてギクシャクする時があります。加速時に CVT の副変速機の変速が入る時、減速時に回生ブレーキがかかる時、13キロ以下でアイストが作動した時にギクッとシャクッと違和感があります。その一方で前期型と異なりアイストからの復帰は非常に滑らかになりました。いつもの山坂道にやってきました。マイルドハイブリッドのアシストは上りだと最初か次のカーブくらいで電池が減って終了し、あとはエンジン勝負です。カーブは意外によく曲がります。私が乗っていた前期型 FX だとフロントが倒れ込むようにロールして怖かったのですが、こちらの FZ はカーブでも足が粘ってくれて走りやすいです。どちらもフロントスタビライザーレスなのですが、 FZ はボディに補強が入ったのでしょうかと思うほど違います。下りです。ブレーキはリニアに効いてコントロールしやすく、パワステは全体的に一定のアシストが効いていて、切り返しでも自然に操作することができます。上りに比べてロールが大きくなるかなという感触がありますが、それは地球に住む上で仕方ないルールです。としてもロールしても不安感がないのは良いです。山坂道を攻める車ではないですが、このような場所でも危なげなく普通に走れるのは良いです。山坂道で癖のあるスーパーハイトワゴンと違い、ハイトワゴンってオールマイティに走れるバランスを保っているんだなぁとしみじみ感じました。高速道路にやってきました。恒例の60キロから120キロのタイムをまず計測します。タイムは21秒138でした。7台目アルトより2秒落ち、2台目ムーブキャンバスの1秒落ちで NA としては結構速いです。120キロ時はなかなか走れます。スピード維持がしやすく、段差のいなし方は上手で、風切り音も静かです。ただ風で左右に振られる時があります。車線変更時の視界は良いです。四角くて大きな窓で周囲の確認は非常にしやすいですね。100キロで走っています。より速度が維持しやすく、段差の衝撃がまろやかになり走りやすくなります。ただロードノイズのザーッという音がうるさく感じてしまいますね。90キロまで落とすと肩の力を抜いて走ることができます。 NA 車だとこれくらいのスピードが良さそうです。ちなみにマイルドハイブリッド機構ですが、高速道路だと最初のダッシュで電池を使い切ってしまいました。今回134キロ走って燃費は19キロリッターとかなり良い結果でした。街中でのマイルドハイブリッドのアシストは実感でき、この燃費につながったものと思います。今回のワゴン R の5段階評価ですが、評価は4、良質です。マイルドハイブリッド搭載のメカニズムもさることながら、内装もファブリックを使ったり色分けしたりとしっかり作り込んであり、さすがベストセラー系だと感じさせられる出来でした。個体差かもしれませんが、足回りも前期型より良くなっていておすすめの1台です。中古で走行距離の少ない個体がまだまだありますので、学生さんの最初の1台や通勤用などにいかがでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは、次の乗り物でお会いしましょう。
さようなら。